はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー3ピクセルリマスター、前回炎のクリスタルの力を手に入れて、ジョブはナイト、カリウド、学者、白魔道士というところですね。で、属性の矢を買いました。炎と氷も揃えてあるんで、まあこれで弱点はつけると思います。で、トックルの村にやってきて、ちょ待って、動けない。それ捕まえろ。連れて行け。ハイン様の城で奴隷として使ってやるわ。なんだ、すげえな、こいつら。あ、王様がいるじゃないか。私はアーガス。砂漠の北にある城の王といっても今は誰もいない。ハインに呪いをかけられ操られている。元は私の側近だった。大丈夫ですか？この城は長く生きている森の長老の木をくり抜いて作ったもの。ハインに操られている。ハインはアーガスの神官、大地震の後悪の力に取りつかれた。ハインは何か強力な力を得た。そしてその力の生み出す欲望に負けてしまった。アーガス王の剣、キングソードをハインはどこかへ隠している。これを使えば小人になれる。私はもうダメだ。おいおいおい、目の前で兵士が亡くなったぞ、王様。一応回復できるからね。いや、もうダメです。ダメだっていうより兵士がダメになったよ。じゃあ小人になって、どこだ、え、どこ、あ、ここね。分かりづら。ここはもう解いて大丈夫でしょう。大丈夫。これ何、別に何でもないか。ハーラオとか出てくるんだ。どうだろう、もうちょっと雷にしてるけど、え、これ装備変えらんないの。え、嘘。あ、装備変更、これか。で、炎左打ちにしとこう。なんか炎の方が効きそうだ。燃えるから殴れ、キックスレイ、ファイア。いや、炎あんま効いてないな。てか攻撃力、いえ、お前裏切りおったな。治った。いや、ボッコボコやん。もうハイポーションで回復させちゃおう。聖なるや、さっき撃ったんだけど。これどこだ、ここがいけそうじゃね。フェニックスのハインの城3回ファラオ左打ち4発280つえ、カリウド。後ろから攻撃できるっていうのがまたでかいよね。え、全部行ってみっか。宝箱3000円、3300円、よし。金はかなり必要だからな。フェニックスのゼウスの怒り、またファラオか。乱れ打つぜ、ファイヤー。5ヒットするんだ。でも硬いナイトはやっぱり。で、意外に白魔導士ヒット目とか減ってた。あ、すげえ、回復量が上がってる。ケアルの30ギル100ギル、ここしょぼいな。で、上から行くか。宝箱、で、デュラハンとか、なんかいきなり超強そうなのが出てきたんだけど。まあいいや、このまま行こう。乱れ打ち232、124、殴れ94、倒した。キングソード、こんなとこに普通に置いてあんだけど。命中率はちょっと下がんのか。まあいいや、左も右も多分変わんないからね、今回どっちに装備しようか。ハインの城4回宝箱が1個あるね。またファラオか。
ツーライン乱れ打つぜ。左打ちいいな。ただで使えるっていうのはでかい。普通の攻撃より良くないか。だってちょっとケアルをかけよう。エーテル系が全然ないからな。ハイの城5回ファラオよく出てくるな。ファラオどれだけこの世に未練があるんだお前は。しかも今のダメージの与え方はなかなか攻撃的じゃなかった。乱れ打ちん、これは上に宝箱がある。エリクサーやった。いいもんゲットしたぜ。はもういるの。ヒットポイントだけはちょっとポーションで全開にしておくか。微妙に全開じゃないけど、まあそれはいいや。じゃあセーブをして、魔導士範囲素晴らしい。この暗黒の生み出す力を尽くし、わからぬかこの力の素晴らしさが。わしはこの力を使い、生きた木を動かし、兵士を操り、そしてこの世界の支配者となる。邪魔はさせん。で最初はもう普通に攻撃するしかないっしょ。どう99サンダラ痛い硬い15%63ダメージが通らねえな。ケアルラ、いや破壊ってだからにダメージを与えていくか。よみがえらせよう。さすがに攻撃バリアチェンジしてきた。弱点が変化した。バリアチェンジってしたらそれでターンが終わるよね。ターンが終わるっちゃ終わるんだけど、守る弱点が分かんねえから攻撃して調べて回復してかばってくれんのかな。24ファイラ、ファイラ使ってきたってことは弱点は霊気。ケアルラ、クロマ同士入れた方が良かったな。これフリーズブレードとキングスソード、じゃあ炎の矢を氷の矢に変えて乱れ打つ。でこいつはもうそのままフリーザラー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 だよね。これガはないから南極の風でいくか。でケアルラで回復。ファイラ153まだ耐えられんな。魔法防御はさすがに高い。どうだ78とか弱すぎんだけど。396どうなの。まだバリアチェンジすんなよ。でケアルでいいかな。学者は200いいね。回復量は OK。 バリアチェンジしてきやがった。弱点が変化した。効かない。490全然回復されてんだけど。ってことはここちょっと一回守るの防御の調べるの防御だな。スリブル眠らされた。相手の方が早いからね。雷か。雷の攻撃はないから雷の矢にして乱れ打って、でゼウスの怒りサンダラ防御だな。やることがない。45サンダラゼウス、これ次どうだろう。そろそろバリアチェンジできそうな気がするんだけど。殴るか。ちょっと怖いな。バリアチェンジされるのがマジで一番怖い。ほらしてきた。3ターンに1回くらいバリアチェンジしてくるか。
ってことは攻撃の、待って、守る、防御、調べる、防御。フリザラ、学者は大丈夫。結構耐えられるから。で、炎。ってことは、フリーズブレードをサラマンドソードにして、キングソードも、サラマンドソードにしよう。で、ちょっと火力がないな、やっぱり。乱れ打ち。で、薬の知識で、ここはもうボムの右腕で一気に行こう。そこからケアルで回復。ボムの右腕行け。ファイガ2700決まった。強い。まあ厄介な敵ではあったけど、学者の力が光ったね。ここはカベから声がした。ありがとう戦士たち。なんだ今のは。壁が喋った。私は生きた森の長老ハイに呪いをかけられていた。呪いは解けた。ありがとう。私の中に囚われた人々を元の村に返し、生きている森に帰ろう。ありがとう。ちょっと揺れるが我慢してくれ。これさ、山越えてる。欲しい。山が越えられる移動手段。さあ着いたぞ。みんな降りるんだ。ありがとう。やっと帰ってこれた。あなた方のおかげで森は救われた。闇の力は次第に世界を覆い尽くそうとしている。お前たちは光の力に選ばれた。これを受け取りなさい。闇の力が道を塞ぐときっと役に立つだろう。風の牙。私はハインに傷つけられた体が元に戻るまで眠りにつく。誰もこの森には入れなくなる。千年間勝手に押し付けられた宿命を。うわー、なんだめちゃくちゃ拒絶されてんだけど。てかこっから戻んの、めんどくせえな。アーガス城。アーガスを救ってくれてありがとう。2階、円卓の間。戦士たちよ、そなたたちのおかげで再び平和が訪れた。これを持っていくのだ。我が王家に伝わる時の歯車、古代の民が作っている。これをシドに渡す。シドを知っているのか。話は早い。この大陸は浮いています。浮遊大陸なのです。時の歯車、永久機関とも呼ばれていたらしい。ナイトはヒットポイントの低いものをかばってくれる。4つの炎の一番右が隠しスイッチ。盗賊シーフとも呼ばれていた彼らは鍵のかかったドアを素手で開けてしまうんだ。へえ、秘策どっかあったっけ。隠し扉みたいな。いや、ここら辺は一緒だな。みんな4つの炎の一番右。4つの炎ってどれ。どっかあったっけ。ここはだってもうこれだけでしょ。あ、これか、一番右。もうなんか全然色が違うんだけど。で、1000円。金は住宅に手に入ったの。1500円。金ばっかだな。ちょっと待って、こっちを調べたい。100円、3000円、100円とか。どういう金の入れ方してんだ。鍵がかかっている。これ鍵買ったよね。どこだ、もはやわかんねえ。魔法の鍵。なんかいる。幻の飛躍エリクサーを作り出す研究をしている。偶然できたこの2つのエリクサーを持っていってください。なんでくれんの。回収していくぞ。これ、え、
矢とかアイスヘルムとか。あとはこっちにもあるんで、魔法の鍵、氷の矢、炎の方、光の方。え、なんかここら辺学者用の装備か。まあじゃあでもこれでここは用済みなんで外へ出ますか。シド、時の歯車。はい、これなら飛空艇が作れる。エンタープライズを改造して飛空艇にしてみせる。そんな簡単にできるんだ。飛空艇に変形する。降りられるのも海の上。ちょっと腕が落ちたかなって。おばあさんまだ寝てんのか。感知はしてないんだな。よし、これで飛空艇が手に入ったんで、ここで、すげえ、さて外の世界へ飛び出しましょう。浮遊大陸からのミニマップがあってよかった。全然陸地が分かんねえからな。ここはただの山だけで、神殿。そうだ、海の上じゃないと降りれねえんだ。水の神殿。神殿に声がこだました。水のクリスタルのかけらは水の巫女エリアしか触れることはできない。誰やねんそれっていう。ん、なんだ、あ、これ回復の泉なんだ。ちょっとわかんねえな。上の洞窟も気になるけど、上の島みたいなのも気になる。え、水の洞窟行っちゃっていいの？敵出るのかな。この上、あ、船がある。ちょっとすぐ間違えるんだけど。難破船、地下1階、地下2階。じいさん、大地震が起こった直後、世界は海に沈んだ。船に乗っていて助かった。寝ている娘だけが助かった。板切れにしがみついて漂流していた。ブラッドソウル、ゼウスの怒り。え？なんか使わなきゃいけないんだな。やはり水の洞窟へ行かなきゃダメか。水の洞窟で何を手に入れる？というか、回復アイテム使えば治るらしい。ポーション。ここはどこ？その光、クリスタル。エリア、水の巫女。一体どうしたんだ。土の力があの大地震を起こした。水のクリスタルは地中深く沈んだ。土の力に引き込まれた。水の力に守られた人々は石にされ、大陸は海に沈んだ。水の神殿に連れてって、水のクリスタルのかけらを沈んでしまったクリスタルに捧げれば呪いが解けるかもしれない。その体で世界を救わなければ。ブッ水の神殿に連れてってください。わかりました、ありがとう。さあ行くぞ。ついてこえなければ置いていく。何、早い、やるな。とても病人とは思えん。この俺の速度についてくるとは。で、あと上の方にもなんかちょんとあるよね。これもなんだか見てみたい。これあれじゃん、クリスタルタワーじゃん。あるのはもうこれだけか。とりあえず一旦じゃあクリスタルのかけらに触れましょう。水の神殿。
光が残っている。北にある洞窟に行きましょう。あ、なるほどね。それでクリスタルを捧げるってことね。じゃあ行きますか。水の洞窟、スインロップ、ローパー。あ、そう、もう黒魔導士に戻した。水ってことは雷に弱いのかな。サンダーはやっぱちょっとね、究極とか食らうんだけど、イカズチの矢にしといた方がいいかな。ナイトの火力がそんなに高くないんだけど、カリウドちょっとイカズチにしとこう。イカズチっていうか雷。あ、これもともとこいつがいないとダメなのか。開けゴマ、行きましょう。で、そっから特に宝箱はない。え、これ左とか行ける？行けないか。ひたすら下へ降りていく。先制攻撃、乱れ打つ、サンダー。まあでも7回使えるっちゃ7回使えるのか。まあ今は先手を取れるから普通に攻撃をしていこう。いけ、ファイヤー。ファイヤーでもまあまあ火力は強いからね。で、下か上か。下は何にもなさそうだな。宝箱すらなさそう。ローパー3体乱れ撃つぜ。382、やっぱり雷だな。いや、ブリザが買ったけどさ、ここじゃあんまり役に立たなそうだな。まあ一応装備させよう。もうブリザがって感じなんだけどね。でも3回使える。地下3回。ここはどうやっていく。右は右で、なんかどうだろう。バックアタック出た。210、61。いや、ゴリ押すぞ。ここはやばい。ファイヤー乱れ打つぜ。カリュウいいね。レベルアップ、ちょっと回復はさせよう。ケアルが22回も使える。下から行く。ローパー3体サンダー使えば多分一発で倒せんだろうな。乱れ打ち300とか普通に強え。右側何もないね。宝箱すらない。水、なんだこれ。アガリアレプト、ブリザード。ブリザード乱れ打ちを食らえ。359、ちょっと回復させよう。ケアルの回復量もまあメニューで使う分には全然悪くないからね。出たー。こいつコカトリスなの。超変な形してんだけど、鳥じゃないの。コカトリスだからまた別なのかな。石にされるのはマジ勘弁だよ。水のクリスタルか。どうする、まあ、ケアルで全開にしてからセーブをして、フリーズブレードが効くのかって感じだよね。ブラッドソード、え、どうなのこれ。ブラッドソードにしよう。じゃあ
どうせ敵が出るんでしょう。水のクリスタル、光を取り戻して。なんかいる、左。危ない。エリアナンバーワン、光の戦士すら一瞬にして消し去る呪いの矢を退けるとは運のいいやつよ。俺は水のクリスタルを割り、二度とその力の光が戻らぬよう、ザンデ様に使わせたクラーケン、死ね。結構語るな、ベラベラと。こんな形してんだ。サンダラで行こう。どうしよう、ゼウスの怒り使っちゃおうかな。まあ5個あるしね。くらえ。481サンダラ、600ブリザラ。いやー、一発が強えよな、やっぱり。ナイトが微妙に弱いんだけど。サンダラで回復しよう。ケアでいけるな。ブリザか、マジか。こいつ死ぬのは勘弁だよ。いや、黒魔法マジで役立つわ。乱れ打ち押すしかない。ここはちょっとケアルガで一気に回復させる。376耐えられるか。372耐えた。よくやった。ケアルガでとりあえずナンバー3を回復させれば一発は耐えられるからね。サンダラ、ちょっと自分に攻撃が来ないことを祈って。魔法はさすがにかばってくんないからな。よし大丈夫、ナンバー3だったらまだ全然耐えられる。これで持ち直したな、だいぶ。で、もういいや、ゼウスの怒りもう一個使っちゃおう。とにかく攻撃に転ずる。でケアルで、全体ケアルでいいんじゃないか。倒した。弱点が分かってればね、やはり黒魔同士が強い。で意外にカリフードも弱点つけるから火力は悪くない。エリア、クリスタルの光が戻った、あなたのおかげ。喋るな。水の力が持つ称号を受け取った。風水師、竜騎士、バイキング、空手家、魔剣士、幻術師、吟遊詩人。エリア、しっかりしろ。私はもうダメ。行ってください。闇を振り払い、再び平和を。さよなら。短い命だったな。だがそれが、こいつの運命か。地震だ。エリアを残していくなんて。危なーい。うわー。ちょうど都合いいとこに船があったな。3日も眠り続けていた。ありがとう。水の町アルム、水の神殿に倒れていたのをおじいちゃんが見つけた。そうか、3日も。ありがとう。どういたしまして。回復はしてるね。こいつおじいちゃんって。よかったよかった。広っ。ずっと夢を見ていたようだ。みんな地震のことや石にされて海に沈められたことを覚えていない。ゴールドールっていうのがやってきて船に変な鎖をつけてった。余計なことしやがって。闇の世界から来た4人の戦士、4つのクリスタルから溢れた光を打ち砕いた。そんな伝説がある。伝説の4人の戦士と思って自分のクリスタルを取られまいと船に鎖をつけた。金には目がない。みんな金でできている。それを取られないと屋敷は鍵だらけ。アムルを出てずっと南。底なし沼、落ちたら死んでしまう。富裕層の靴があれば底なし沼を渡ることができる。下水に住むデリラばあさん。魔法にめっぽう強い。完全に魔法防御している。だってそんなの知ってんだこいつら。
情報通すぎるだろう。話だけ聞いとくか。エリアを助けたじいさんだ。あ、生きてたのか。そうか、悲しいことじゃ。エリアのためにもこの世界に光を取り戻してくれ。クリスタルを探している。ゴードルが持っている。ここは生き返らせるところ。怪物が出るようになって封鎖されている。鍵はジルーのじいさんが持っている。4人の戦士が溢れる光と闇を打ち砕く。イエーイ。なんだあのおじいさんたちは。あのおじいさんたち、自分が伝説の4人の勇者と思っている。それは幸せそうなことだ。草むらは何もない。アムルの酒場には行ったが、情報通が揃ってるぜって。何の用じゃい。下水に入りたい。危ない。4つのクリスタルを探し出さなきゃいけない。こいつらなんだ。どこか家の外か。何、伝説の鬼の戦士。それは私たちのことではないのか。あいつらもそうだと言ってる。下水に入るらしい。このじいさんって強いのかよっていう感じだよね。鍵を開けてくれんのか。ガチャン。気をつけてな。ただ武器屋とか防具屋とかもうちょっと見たい。マインゴーシュ聖なるやってんじゃん。カイザナックルやってんじゃん。っていうか、そうか、あれか、サンダースペアももうここで売ってんだ。ブーメラン、なんかシーフとかも良さそうだな。なんかジョブがいろいろあって。ナイトはでもなんとなくそのままにしておきたいんだよね。かっこいいから。だって魔剣士はまださすがに無理でしょう。ちょっと何もデメリットがないから、キャパシティポイントとかがないから、存在しないから。いや無理だよね、装備がない。そう、魔剣士は装備がないんだよ。竜騎士か。サンダースピアがあるんだったらなんか竜騎士もかっこいいっちゃかっこいいよな。空手家、バイキング、吟遊詩人、風水師、シーフ、ブーメラン後ろから攻撃できるからね。どうしよう。ナイトは入れとこ。やっぱりかっこいいから。カリウド変えるか。結構強かったけどな。で、黒魔導士やっぱ魔法系は2人必要なんだよね。かといって赤にするかって言われるとそんな感じでもないしな。武器を見て決めよう。カイザーナックル、カナテカか。ありだな。めちゃくちゃ高いし。45。え、 45？ まあ多分素の攻撃力が乗るんだな。サンダースピアがあるんだったら盾ごとか。吟遊詩人もなんか強いらしいしね。歌うが、あでもかっこいいのはあと竜騎士だよな。ちょっと竜騎士使えるんだったら竜騎士にしよう。でサンダースピアを1本買ってジャンプすれば多分二刀流は関係ないと思うんだよね。どうだろうか。一応もう一本持っておく。いいや、ちょっとジャンプでいこう。で、防具屋さん、勇者って黒ずきん、チャクラバンド、バイキングヘルム、重いな、黒装束、バイキングメール、全然装備できねえ。勇者の盾、ここはもう新しいジョブのための防具か。バイキングって何があるんだっけ。ここ行けねえし。こっちからか。外に出ても多分行けるところはもうほぼほぼないよね。下に行くと死んでしまうみたいな。一応世界地図はこんな感じになってんのか。あ、右上があれか、神殿か。だいぶ流されてきたね。まあそんなわけで、じゃあ今回はここで終了して、次回は
町の中の下水道ですね、そこからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。